き献身公の志を受け継ぐは影勝様。この戦を制し、それを証明するのだ。物理の力を知る。恐れるに足りません。宝珠の援軍到着まで守りに徹するのです。それに小さい男をでかくしようって腹ならよ。うちやすみことで一般つまれているのだ。様と影勝殿の名役によりご助力いたす。開門。
加熱に抑えた覚悟をさらに引き出すとしましょう。全軍雪村に続け。散りなさい。余力のある者は前に、疲労している者は後ろに回れ。変身校直伝の車がかりで尺をつける。進め。しろ、しろさんのお家騒動に出張るのは私たちではないかもね。おわっ、しながら鮮やかな車がかりのチーム、さすがは加熱。加熱、見事采配、父を見る。よもや、アヤトマと加熱具殿が対立するとは。道を外すのであれば、神でも魔でも消え、それこそ彼の本当の志なのです。ここで。なるほど、これはアヤ様の嫉妬なのですね。アヤ様の志を受け継ぎ、思いを成すべきを成すべき、負けることはありません。少子、これが義と愛の時代。どんな邪魔はさせません。撃って出るか。織田と対する影虎様の城を狙うは軍旗、骨肉争う苛烈な戦、その裏にこそ愛の闘争、愛の闘争、天の闘争。お見事。愛を持って倒していますから。
義を受け継ぐ者、気概を見せ。今こそ打って出て勝敗を決算。進め。所詮は剣心の真似です。兼綱、あなたにはまだ覚悟が足りない。剣心の心恥じ検証を受けずに覚悟を何もありません。私は剣心公のように強くありません。これで全ての邪を断つことはできないでしょう。ですが魔女の手を世を正しきへと導ける。そして今当然出会いはっきりと悟りました。魔女は金継ぐが必死魔女必勝の志である。ここで果てるわけには参らぬ。 Oh!
金継ぎの儀、その覚悟よくわかりました。桃の花言葉は